毎度工事屋です。キャノン EF50-1.2L 赤鉢巻きです ね箱入りで綺麗な状態でした。ケースも、まあ、多分使ってないと思います。元箱入りで取説ですね、日本語で、筆は保証書は日付入ってますね。日付入りです。フードも綺麗ですが、まあ、多少使用感はありますが、まあ、あのよく使ってボロボロではないです。レンズですね、綺麗ですね、いいと思います。どうしてもこういう角が使い込んでると擦れてテカテカピカピカ擦れてくるんですけど、これはまだそこまでいってないですね。綺麗な状態だと思います。マウントなども綺麗ですし、このマウント周りのゴムですね、これもまだ破れたりはしてません。いいと思います。どうしてもこう大口径のレンズはちょっとしたホコリでも拡大されて大きく見えてしまいますが、まあ、普通に見れば全然問題ないんですが、多分ペンライトで見ると、まあ、綺麗ですがホコリはやっぱり多少見えますね。しかしまあスカッとしてます。全然問題ないとは思いますが、まあ、こうやって見ますとペンライトで照らせば新品でもね多少は入ってるのが見えますから、このぐらいなら全然問題ないです。綺麗な状態ですし、試し撮りも全く、キャップなんかも本当綺麗ですね。まだ新品みたいなっていうとまたあれですが、まあ、綺麗な状態だと思います。全然問題ないと思います。普通にオートフォーカスも動いてました。まあ、オートフォーカスこの振ってガタガタしてるレンズ多いんですが、これだまだ大丈夫ですね。いいと思います。マニュアルフォーカスも普通に大丈夫ですね。使いました。あとこのガラスというか透明な部分もたまにひび入ったり割れたりしてるのもありますが、これはまだ全く綺麗な状態です。まあ、映り方が何とも言えない独特の映り方しますので、まあ使い方によっては非常に面白いレンズだと思います。